じゃん。はい、ということで湯田さん、ね、はい、いよいよオープン戦が始まって、うん、巨人阪神戦という、うん、まずあの伝統の一戦から始まるというね、非常に見応えのあるゲームになるんじゃないかというふうには思いました。はい、それと注目したのが、はい、どういうスタメンを取ってくるのかなというね、まあ最初だからどうなのかなっていうふうに思ってたのね、うん、でスタートこうなりました。1番が松原選手、はい、で DH オコイ、2番 DH オコイ選手、はい、3番、はい、ショート門脇選手、はい、4番ファースト岡本選手、はい、5番セカンド吉川尚輝選手、はい、それから6番センター佐々木選手、はい、7番キャッチャー大城選手、はい、8番レフト秋広選手、はい、9番サード岩瀬選手、そうですね、はい、一方阪神が、センターチーム、まあね、もうベストと言っていいぐらいの、そうですね、もう、はい、皆さんご存知のもう見慣れたオーダーじゃないですかね。はい、まあ、その中で、ルーキーの佐々木が先発をしてきたという、ね、はい、センターで、はいはい、ここ6番に阿部監督が使ってきましたけども、はい、そのあたり豊さんどのように考えてますか。まあ、ここら辺は、まあ、そのセンターに入る人をこのあたりで、使いたいなというようなね、まあ、意図が感じられるし、最も注目したのは巨人の中で、はい、岡本の次を誰が打つのかという、で吉川を持ってきたという、ね、はい、でまあ、取材の中でも吉川5番という説が非常に大きくて、これはやっぱこう吉川にかかる負担というのは大きいなというような、ね、まあ、感じもしたんだけども、まあ、今日5番につく、まあ、これは注目ですよね、一つね、はい、で阪神の方は、まあ、昨年からあんまり変わってない、オーダー で、うん、で6番に、前川を入れてきたという、はい、まあ、そのぐらいで、まあ、DH を使った関係上、はい、まあ、坂本が9番に入ったというね、まあ、そういうオーダーになりました。はい、はい、ということで、まあ、試合は結果こうなりました。はい、まあ、初回の7点。そうですね。うん、初回の7点が効いて、まあ、勝敗的にはもう巨人が楽勝というね、うん、まあ、そういう形になったんだけども、はい、まあ、この中でこれね、センター中心に左バッターが、うん、反対方向、センターから反対方向の意識でつながったんだよね。でこれはやっぱこう見事なバッティングを見せてくれたなっていうふうに思うし、はい、ここに相手のミスに乗じて集中打を集めたというね、うん、はい、この7点というのはすごく見事だったと。で、2回表、はい、ここは下位打線、2アウトから下位打線3人で1点取ってくるんだよね。はい、やっぱり下位打線素晴らしいなということと、はい、この3回、はい、サトテル、もうね、ちょっと違うな。いやもうこれは後でちょっと説明するけども、この見事なホームランがあって、で巨人は初回以降全くヒットを打ってないというか、まあ、阪神のピッチャーも素晴らしいわ。打たせてないという。それでこの7回に、はい、まあ、相手ピッチャー湯浅、はい、ね、阪神のピッチャー湯浅から、まあ、2点をもぎ取る。結果的にはこうなったけども、まあ、試合内容2回以降っていうのは、はい、まあ、いいピッチャーが、ね、やっぱ阪神いるな。今日投げたピッチャーが伊藤、田地谷、石井さん、石井、浜地さん、はい、湯浅さん、うん、桐敷さん、はいはい、だからこの初回以降ヒットを打たれたのは湯浅ですね。でもそれまではもう完璧に抑えられたというね、うん、まあ、そういう内容だったんだけども、まあ、非常に贅沢な投手陣を使ってきたなって、まあ、試合前に誰が投げるんですかって聞いたら、まあ、そういうピッチャーを挙げてね、岡田監督が、いや結構いいピッチャー投げさせますねって言ったら、うん、いや、おらんのよ、こういうピッチャーしかい。贅沢な悩みを聞かされたというね。やっぱり先発ピッチャーはこれ もしかしたら開幕にも入ってくるかなと思うんですけども、はいはい、豊川さん、この両投手、どのような仕上がりに見ましたか。ああ、戸郷はまだ手探り状態だよね、はい、まあ、そうはさほどいいかなって言ったら、まだまだまっすぐもね、あと5、6キロ速くなるだろうし、だから、まあ、状態的にはこう自分のバランスを大事に投げてたという、まあ、試運転という、はい、感じだったよね。で伊藤将司の方は、やっぱこうフォアボールから、はい、エラーからリズムを崩し、まあ、いいように打たれたということなんだけども、うん、このピッチャーっていうのはもう少し、時間が経てばキリも出てくるだろうしね、だからそういう意味では何だ心配してないなっていう、うん、あと豊さんが、ね、一緒に試合見てるときに1回の試合攻撃が終わったときに巨人の打線に変化がすごい見られたと。まあ、そうもうね、変化が、ね、
変化が見れたっていうのは、もうとにかくセンターから反対方向、はい、各打者がね、はい、で結果的に引っ張った当たりもあったんだけども、それは逆に反対方向、センターから反対方向を意識してるからバットの先で引っかかって結果引っ張ってヒットになってる。だから非常に内容が高いんだけども、まあちょっと後でも言うけどね、そういうバッティングを見せてくれた。だからキャンプの成果というものがいきなり初回から出たと言っても過言ではないというね。だからいい感じの仕上がりにはなる。はい、はい、なるほど。はい、ということで、その中でも湯高さん気になりました投手と野手、はい、ピックアップね、ピックアップ、まずは野手編ですね、はい、野手編、はい、聞きましょう、ね、はい、ピックアップはこちら、はい、やっぱね、松原、巨人の方からいくと、はい、松原、はい、やっぱ非凡なもの持ってるね、彼はね、うん、でなぜ昨年あまり出られなかったのかっていうのが不思議なぐらい、うん、まあ、水を得た魚のように、はい、非常に生き生きしてたし、はい、やっぱ外野手の動きを見てもやっぱり一人動きが違うぐらい足は動いてるしね。でバッティングはやっぱりこうセンターから、ショートの頭へのヒットがね、はい、非常に綺麗に決まったという、はい、本日は3安打ですね、3安打、まあ、だからこれはもう松原はある程度の実績もありやってくれるかなという手応え。で次にね、オコエ、おお、昨日の動画でね、豊さんオコエさんのことを、そうそう、で先頭バッター松原がね初回いきなり出た時にどうするかなと思ったら、はい、強行に行ってたんですよね、うん、その中で粘って粘ってフルカウントからフォアボール取って一塁出ていったと。これがねやっぱこう攻撃のきっかけを作ったし、やっぱ簡単にアウトに打ち取られないというお声が出てきたね、はい、雰囲気がすごく雰囲気が出てきた、はい、それと何といっても、まあ、中田って書いてあるけども、満塁の場面で中田がセンター前打つんだよね。で多少外野手も前だったんだけど、オコエの走塁は素晴らしいわ。やっぱスタートからスピードに乗った時、加速、はい、スライディング、はい、やっぱり迫力がある、あの子は、うん、だから、まあ、例えば松原1番、オコエ2番、これハマったら相当嫌な1、2番になる、左右で、うん、オコエは長打もあるしね、今年本当にバッティングも変わってるし、だから期待していいかなというふうに、はい、思って見てた。そうですね、7回もその中田選手がタイムリー打つ前もオコエさんから148キロのインコースをレフトに持っていくんですよね。だから腕の使い方が柔らかくなったし、はい、インサイドから出れるようになったから、うん、ああいう球もさばけるようになった、はい、だから非常に期待していいかなというふうには思いますね。なるほど。で3人目が、まあ、先ほども言いましたけど中田選手、育成選手ですけどね。そうだね、はい、岩佐からセンター前を打つんだけども、はい、その前に萩尾が打席に立ってね、はい、ノーアウト満塁をワンアウト満塁から迎えたんだよ。そうですね、まあまあよく言われる先頭バッターが大事だと、満塁の時のだからそれが凡打してどうするかなと思ったら、やっぱきっちりセンター方向に打ち返したと、ね、だから守備も割と、いいところもあるし、はい、非常にちょっと楽しみな育成の選手かなっていうふうに思う、うん、だからこう頑張って支配下になってほしいなっていうふうに思う、ね、そうですね、はい、続いて阪神、もうね、サトテルすごい違うっていうか、ステップした時にあホームランを打つっていうような、そういう間もあったし、そういう雰囲気が出てきてるんだよね。あ、これ行かれるっていうふうに思ったら、あ、行った、やっぱり、だからハマってきてる。だからちょっと違うぜ、今年の残絶権は。昨年と比べて、昨年はまあ調子もちろん打ってますけども、はい、全然違います。やっぱね、大人になってきた。昨年まではまだこう若いしどうのこうのって、まあ、いろいろあったままなんだけど、今年はやらなきゃいけないというさ、なんか責任感をすごく感じるんだよね。で今日でもフリーバッティングを横で見てた。で、会話もできたんだけど、平田ヘッドコーチと話したら、なんか里出るってかっこよくなったよなって、ちょっと雰囲気が出てきたよねって、でそういう話をしてたんだよ。はい、で、豊さん、あんまり調子の話したらいかんから、そういうこと言わないでくださいって言われたんだけど、でも平田ヘッドも認めてた。で、岡田監督に話をそうやって振ったら、今年はちょっとやっぱり違うなって、うん、だからすごく自覚というか、だから成長してるというか、だからいい方向に向かってるなって思う。これは相当やると思う。ちょっと要注意ですか、他球団は。いや、他球団は要注意だし、はい、まあ、昨年20本、はい、3年連続で打ってるけども、これはまた一桁というか、一つ上行くかも、ね、30本。なるほど。
それがさすが感じ。30本彼が打ったら打点を取る可能性がある。はい。だって1、2、3って、そうですね、1、2、3、4って割と出塁率の高い選手がいるから、5番の選手だったら、あれだよ、可能性は十分。こうまあ、多くの人がこう守備も課題やみたいなことを言われてましたけども、このキャンプですごい取り組んできたんですよね。そうそう、はい、初回のね、3塁線に飛んだあたりなんか、ゲッツーにはできなかったけども、さばき方っていうのはうまかったし、はい、だから非常にそういうところも、非常に落ち着いたプレーが目立ったね、うんうん、だから確実に成長してるし、俺は絶対期待していいと。はい、なるほど、はいはい。で、もう一つは阪神の下位打線、うん、まあ、今年も健在だぞと。はい、ね、今日は DH に糸原入れて、はい、糸原、木浪、坂本ってつないだけども、やっぱね、下位打線のしぶとさ、これはやっぱ木浪が持ってるわ。少々じゃアウト取るの難しい、このバッター、はい、流してよし、引っ張ってよしだ、はい、期待していいと思う、はい、今年の阪神。阪神は下位打線から上位につないで、近本が返すという。なんか、下位打線のこの試合の中でも動きを入れて。ね、ラインのヒットかけたりとかってやっぱやってましたもんね。やってた常にそこを意識されてましたよね。そうだから、まあ、今年の下位打線も安定してるという、ね、はい、まあ、そういうことが見れた今日もね、はいはい、ということで次はピッチャーですね。ピッチャーですね。はい、ピッチャーこうなりました、はい、ね、巨人の方松井はやっぱ昨年先発もしてるんだけども、投げっぷりがいいね。はい、でミエセスに一発食らうんだけども、はい、うん、これはねちょっと調子に乗りすぎ、うん、パンパーンといって三振取ったりとかしてて、ちょっと気分よくなっちゃったね。でもそれをもう少し慎重に やっていくと、一発があるバッターにね、だから非常に投げっぷりも球も来てるし、コントロールも良かった、はい、だから非常に期待していいかなっていう。次はケラー、はい、やっぱこの時点で153キロマックスがね、腕も触れてるし、非常にいいかなっていう。チームは変わったけども、なんかこう気分転換できたのかなっていう、まあ、阪神の時は本当ね、とっかかりが良くなかったから。そうですね、うん、だからそういう雰囲気をずっと引っ張っちゃったかなっていうようなことを思うし、はい、だから今日投げっぷりを見てると、まあ一つまた違ったケラーが今年は見れるかなっていうふうに思いました、はい、それと京本、おお、育成選手、まあ、育成選手、はい、これね、松井がね、その前に投げてて一発食らってるからさ、キャッチャーが慎重になってるんだよね。もっとグイグイ行ってもよかったのに、まあ、今日の内容でも非常に良かったんだけど、もっともっとなんか行ってほしかったなっていうような気がするんだよね、まあ、ちょっと慎重さが目立ったけど、でもその中でも俺は十分やっていける。なるほど、これは支配下にやるなるのは近いと思う、うん、すごく魅力のあるピッチャー。なるほど、はい、はい、さあ一方、はい、唯一赤の文字で書かれているのは湯浅投手ですよね。これはね、やっぱまっすぐはシュート回転するし、うん、やっぱ彼はやっぱ球威で抑えて押していって、はい、やっぱ落とすというピッチャーなんですね、はいはい、でやっぱまっすぐ走らない以上、それとシュート回転しない、まっすぐ本当に綺麗な方針も投げれないとちょっと苦しいかなと思った。だからその岡田監督もご立腹でもう試合中に二軍降格を通達したというようなね、まあ、情報も入ってきたけども、やっぱもう一度やっぱ綺麗なフォーシーム、もう吉井監督かロッテのあれが WBC の時に預かった時に、この湯浅のマッスルはちょっと違うなという、まあその時ってやっぱこうフォーシーム回転がまっすぐ来てて、シュート回転なんてしなくてバッターを押し込めてたと思うんだけども、やっぱそのぐらいに上がってこないと、まっすぐがシュート回転してる、少し球威が落ちる、フォークを投げる、振らないよ、うん、だからまあそこら辺は再調整というところでね、まあ頑張ってほしいと思います。はい、はいはい、ということでこう試合を見てきましたけども、はい、もう試合中に言われてたことで、まあ、阪神が1回から、ね、前進守備を引いたというところをピックアップしてほしいって言われてましたけど、まあまあそうだね、はい、初回にね、はい、まあ、まだ点も失点なかったんだけども、岡本の時に前進守備を取ると、はいはい、やっぱり一点差勝負っていうのを意識もしてるし、オープン戦の時からね、それとやっぱりオープン戦をやりながら練習をしてるというね、まあ、そういうことをこう意識させてるという、はい、だから本来だったらシーズン入ったら岡本多分一点やってもいいから後ろに下がると思うんだけど、やっぱオープン戦っていう見方をすると、やっぱあの時に前進したっていうのは、まあ、練習も兼ねてとか、相手にプレッシャーをかけてみたりだとか、いろんな動きを見せてくれる、
はい、で阿部監督もノーアウト1塁どうするかな、門脇に、まあ、3番入れてるから打たせてくるかなと思ったらきっちりバントしてくると、はい、だからここら辺は今シーズンの戦い方が多少見えてきたかなっていうような、まあ、感じはしたい、はい、まあ、どうですか阿部監督の初陣、はい、まあ、ある意味オープン戦の初陣を、はい、こう、まあ、見て、はい、いや、キャンプでやってたことが、はい、成果として初回に現れた、はい、それはバッティングという意識づけでね、はい、で今年のジャイアンツっていうのはホームランはそんなに意識してないと、やっぱ勝負どころでどういうバッティングをするかっていうことをテーマにやってきてると思うんだよね、はいはい、だからそれがやっぱセンターから反対方向とかそういう成果が出たっていうことはやっぱ初回に関しては満足だろうね、その後ヒットが出てないっていうのが不満だろうけども、はい、でも一つの成果が見えたということは良かったかなと思う、はい、どうなんですか、やっぱ他球団から見た時にそのやっぱりしつこくこうバットを打ち返して反対方向を狙ってくるっていうチームはちょっと嫌なんですかね、やっぱピッチャーが嫌だよ、あ、うん、やっぱなかなかこう空振りしない、三振が取りにくくなる、っていうことが出てくるからね、だから非常にしつこさも感じたし、ただ引きつけすぎてちょっとおかしくなってるのが、あの今日センターに入った佐々木、あールーキーね、はい、だからそれが、もう少しポイントを前でこうセンターから左に打てるようになればいいかなと。それはあまり意識するがあまり引きつけすぎるバットもいたからね、はい、だからそこら辺は調整をしてほしいなって思うけども、でもやってることは阿部監督が目指しているバッティングっていうのは着実に力になって現れたかなっていうふうに思う。やっぱ昨年度のジャイアンツちょっと変わってきましたか、やっぱ変えないと、やっぱホームランは打ってるけど、はい、肝心なところで打ってないとか、はい、で得点圏での、打撃がなってないとか、まあ、そういうことだったから、それは着実に出てる、いい方向に向かって、はい、で阪神はやっぱ競争が激しい、ね、打たなかったらもうね、力み倒す、その中でやっぱこうチャンスを掴んでね、やっていかなきゃいけないし、だけどフリーバッティングも今日見たけどさ、前側のフリーバッティングも見事だし、佐藤輝明、ね、森下もそのバットをまた戻し、ね、自分のスタイルに、昨年のスタイルみたいな形で、まあ、やりだしたし、まあ、近本は大人だし、中野はね、スタミナあるし、まあ、木浪も体強いし、坂本なんか、もう早くオープン戦して、早く情報を取りたいっていうような、まあ、楽しみにしてるし、やっぱ大人のチームだなっていうのは感じたけどね。はい、なるほどですね。はい、まあ、明日はね、ジャイアンツと広島。はいはい。はい、行きましょう。行きますので、そのあたりもね、広島が今どういう状況なのか。そうだね。はい。田村を見るのも楽しみだしね。はい。だからもう本当に楽しみ満載のオープン戦です。はい。明日もお伝えします。